大喜利のツボ。このコーナーはドランクドラゴンズをするコーナーです。大喜利のお題に浜田さんのツボくらさえねも答えますが、4人は回答に後合わせしても解説で笑いを出しても構いません。最後に鈴木にも答えてもらいますが、次は一発回答のみで笑かしてもらいます。今週の判定は翔ちゃんお願いします。へい、食べますよ、はい、本当に。じゃあお題です、豊中市ペンネーム握り寿司からのお題です。雑誌小学4年生の袋とじに男子が大興奮、袋とじの中身は何。わ、小学4年生の袋とじ、4年生、4年生か、4年生、袋とじの中身は何。なるほど、ぐらい微妙な年齢ですね、4年生って。いいですね。4年生袋とじ、本当にさい。袋閉じってどういう。そうか、そうね、なんか見ないですもんね、袋閉じなんてね。9歳ぐらい、わからんよ。見るか、見ますか。散髪屋さん行ったら見るかもしれんよ。散髪屋さん行くんすどんな散髪屋さん、どんな中身が登場するんでしょうかね。じゃあ浜口さんからいきますか。はいよ。じゃあ雑誌小学4年生の袋閉じに男子が大興奮、袋閉じの中身は何。お小遣いが300円になる方法大公開。そっちね、上がるのか。なるほど。いや、こういうことでもないと思う。いろいろパターンはあると思う。そうですね。はい、じゃあ有野さん、雑誌小学4年生の袋閉じに男子が大興奮、袋閉じの中身は何。4年生の子供を持つ女性タレント特集。うわ、この子4年生の子供おんのってうわ、俺のお母さんやったらなーって。なるほど、なるほど、そういう。なるほど、綺麗なお母さんね。なるほど、確かにね。はい、じゃあ続きまして、はい、じゃあさやね。雑誌小学4年生の袋閉じに男子が大興奮、袋閉じの中身は何。パンティー。シンプル。面白い。面白い。なるほどね。ちょっと分かんなかったですね。なるほど。女子も買うのに。逆におもろ。素晴らしい。すごいな。素晴らしい。素晴らしい。パンティーって面白いです。素晴らしい。可愛い。ズボン。パンティーできるんだよ。それ持って帰る。その書いたやつ持って帰るわ、俺今日。すごいな。パンティーや。ズボクロさん。はい。雑誌、小学4年生の袋閉じに男子が大興奮、袋閉じの中身は何。小6女子たちのリコーダーの持ち方。マニアックやな。ちょっと2個上ぐらいの、ね、2個上ぐらいの先輩たち、どんな感じでリコーダー持つのか。4年絶対分かれへんわ。リコーダーの握り方。興奮せえよ、4年は。小学4年。加え方。など。勉強じゃんってなる。笛の勉強じゃん。興奮すんのかな。さあ、最後、はい、さん。はい、雑誌小学4年生の袋閉じに男子が大興奮、袋閉じの中身は何。任天堂 DS の下半身大公開。字が焦りすぎた。すごい、本当に字が揺れてる。字が焦りすぎた。下半身も書けてないし。それネットにあげよう。すごい、実際にはそれネットにあげるから。はい、もう分かりましたよ。さあ、翔ちゃん、これくらい好きなんだ。判定お願いします。残念。あー、面白かったけど。DS と下半身でどっちやろ、上の方と下の方と。2画面。2画面で下の方ですね。あっち下半身や。あれ下半身。しなくても大公開してるすぐ開くしね。今週の続きはもう一つでした。